失礼します。はい、失礼します。ニコルンです。ニコルさん、どう、ニコルン、これ奥さんに渡してください。私がやってる何コスメブランドのシーメルっていうブランドなんですけど。コスメやってんの？渡してください。コスメやってんの？コスメやってます。どうぞ。儲かってんの？儲かってんの？はい、まあな、水売ってるんやから儲かるわな。まあまあな、それはもう水売って儲かるんやな、うん、いやいやいや、でもちゃんとやってます。そうじゃないですね。な、水やろ。水？化粧品って水やろ。水じゃないです。ちゃんといろいろ入ってます。成分、お肌にいい成分も入ってます。水に名前つけて売ってるんや。水に名前つけて売るんや。違います。そんなことない、ちゃんと考えて作ってます。座りわー嬉しい、うん、座り座りいいですか。失礼します。うん、似合うと思う。これかわいいやん。なんかいいやん、かわいいやん。マスカラも人気で、ローターの入れ物みたいな。うーん、ローターの入れ物みたいな。それはあの買ってる子たちが本当に可愛い、可愛い、悲しみます。可愛い、可愛い、可愛いですか。うん、ローターの入れ物一番可愛い。ローターの入れ物一番可愛い。可愛い、可愛い。あ、おめでとうな、ニコルン。ニコルおめでとうな。 ありがとうございます、うん、そうなんです。おめでとう、おめでとう。あ、結局誰と結婚した、はい、あれ結局誰と結婚した、うん、俳優さんですね。お仕事は名前は出してんの？え、名前はもう出してる。出してます。稲葉優さんっていう。浮気するやろうけどな。まあ浮気するやろうけどな。なんてこと。まあまあまあ、そんなことがあっても乗り越えていきたいですね。覚悟はしてる？覚悟はしてる？覚悟してます。あ、そうなんや。しないと思いますけど。あ、そうなんや。はい、大丈夫です。もうしないとは思ってる。しなければいいなとは思ってる。まあでもするやろ。まあでもするやろ。最悪してるんですか？ないですよ。最悪。するする。うん、すぐする。あ、するんですね。やっぱ男の人ってしちゃうんですか、浮気？するよ。絶対。絶対するするする。すぐするんですか？結婚したら。する。自分もしてることになっちゃいますよ、ノブさん。悲しいですね、それを。加工運好きやからや。その加工運好きやからや。来るやんか、ノブやってなったら。来るやんか、結構街とか行っても、うん、ノブやってなったら、うんうん、人気ですもんね。人気やん、来るやん、するやん。人気やん、来るやん、するやん。確かに。おー、ご祝儀、ご祝儀。あ、ご祝儀、ご祝儀。ご祝儀、いいです、いいです、いいです。お祝いのお気持ちだけで。いやいや、それは渡すね。いや、全然渡すね、渡すね、ご祝儀は。うん、先生、忘れちゃう。あの、毎回あの、あれで渡すね、あの、フォロワー数で。毎回あれやね、あの、フォロワー数の数。毎回フォロワー数の数でご祝儀渡す。あ、先生、うん、そんなんで決めてるんですか？フォロワー数って全てやんか。うん、フォロワー数って全てやん。人間の価値の、あ、まあ、フォロワー数って人気があるっていう。フォロワー数って人間の価値の全てやん。そうなんですね。全然だから後輩とか言ってきたら、フォロワー数何人って言ったら3万って言うから、うん、3万単位で、その数で渡すんですか？そうそう、で5万って言うから5万って渡してるよ。ニコルン、本当ですか？ニコルンはどれくらい？全部の SNS 合わせてですか？うん、そう、合わせていいんですか？うん、じゃあ900万くらい。相手が悪かった。インスタもツイッターも YouTube とか全部合わせるんだったら900万人すげなんで、だから大丈夫ですよ、申し訳ないんで。初めて人間に会いました。初めて人間に会いました。僕のフォロワー数は、ノブさんは、ノブさんどのくらいなんですか？僕のフォロワー数は269万。これ以上の人間に今会ったことなかった。これ以上の人間には会ったことなかった。震えています。それだけ頑張らさせていただいてます。震えています。こんなことあるんだ。 CM とかやってんの？ CM とかはやってる。今今ずっと出てるのは吉野家とかやってますね。うまいな、吉野家。アルバイトのニコルですって言ってやってます。あ、知ってる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 。うまいな、はい、吉野家。吉野家うまいな。めちゃくちゃ美味しいです。今親子丼も始まったんで美味しいです。吉野家うまい。美味しいです。、うん、吉野家はほんまうまいよ。いろいろあるやん牛丼って。いろいろあるやん牛丼って。あります。吉野家一番うまい。吉野家が一番うまい。あ、吉野家派ですか？吉野家、吉野家。よかった。出れるかな？出れんかな、吉野家の CM に、うん、でもこの前スギちゃんとか一緒にやりましたよ。スギリオ、
杉涼杉ちゃん、ワイルドの方で杉涼太郎違う、杉涼太郎って言うんですか、フルネーム。あ、ワイルド太郎の方か。あ、ワイルド太郎の方、ワイルド太郎の方、あのやつって、杉ちゃんのネタフルで言っちゃってあれか、あのやつか、あのうんこれを開けるぜそうです、そうです、2リットル全部開けたぜ、ちょっとしか飲まねえのに、うん、ワイルドだろのやつやろ、のやつや、そうです、そうですじゃあ出れるかもしれんのか。そうですね、それ出たらもう一本ロレックス買えるな。あー、それ決まったらもう一本ロレックス買えるね、かっこいいですもんね、うん、キラキラしてて。え、旦那はロレックスは、ロレックスはつけてないと思います。貧乏旦那貧乏つけてないです旦那貧乏貧乏で毎日働いてますね。いやいや、毎日働いてるとかそういうことじゃなくて、いやいや、毎日働いてるとかそういうことじゃなくて、貧乏か貧乏じゃない、貧乏か貧乏ではないと思います。貧乏か貧乏じゃないかで言ったら貧乏じゃない、貧乏じゃないです。何してる子なの。私も貧乏な時あったんで、うん、それは貧乏でした。何してる方。俳優さんです。俳優、あ、俳優、はい、うん、まだその主役とかやってない。まだその主役とかそういうのはまだやってない。ちょこちょこやってます。ちょこ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 やってます。じゃあ貧乏、じゃあ貧乏や貧乏じゃないです、貧乏じゃないです。旦那どこの出や、旦那どこの出や、どこの出、うん、出や、出、出が大事や、出って何、出や、で、出が大事や、出って何ですかどこの出や、どこの出、なんかオーディションとか、なんかそのオーディションとか最初何で引っかかったか、なんか出身っぽいですか、で、出や、出ですね、ジュノンでオーディション出て、その後仮面ライダーめちゃくやって、その後いろんなここから俳優王道やさんやってるや、売れるやん、そうですね、売れるやん、はい、売れてるやん、てか売れてるやん、はい、貧乏ちゃうやん、貧乏ちゃうやん、貧乏ではないと思います。うわー、よかったよかった、貧乏嫌いやねん、俺貧乏嫌いやねん、うん、よかった貧乏じゃないやん、貧乏じゃないです。あ、そうか抱かれてる、抱かれてるチャンスの時間、フルで見られるのはアベマだけらしいね。プレミア会な、今まで配信してきたチャンスの時間の名作を見られるらしいね見られたくないけどね、この動画の続きはここをクリック。